かした顔してんな。手加減しねえ。どれ。よう、何か進展あったか。教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間ハムラが久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。ん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。分かった、これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああそう。でも寂しそうにも見えました。え、なんで。なんででしょう。それじゃ。
いい加減にしろよ。 新谷だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで神室署に向かってくれ。分かった。どうも。 歩いてんじゃねえよ。
しばらく寝とけっての。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです。裏口から叩き出したって言ったろ。じゃあその前は。ああ、10時過ぎ頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。本当ですか。それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと。何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠がありゃこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要がありますけど、あんたに隠し事されたらそれもできなくない。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してた。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。ん？いくら。とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり情報屋だよ。
闇で殺の捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、奴に会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。サツの情報を流してる綾部ってデカがいてな、テンダーのマスターに聞けばわかるよ。しろや。マスター、ちょっといいか。おう、なんだい。綾部ってデカ、知ってるだろ。ああ、でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。まあ、ね。タイミングが悪かったか。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。ん？なんで？前に来た時、お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。覚えてるか？そうだっけ？それで？その仕事をやっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか。そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？セイヤって呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。スター、詳しく。
しばらく寝とけっての。ちょっといいか。え、何ですか。この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖夜さんですか。ああ、今いないですね。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖夜さん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるか分かるか。いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか、分かった。ありがとうな。ああ、つくもか。八神氏、今度は何の用ですかな。ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。ありがとうな。この程度ならお安いご用ですよ。いいかな。何？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？は？聖夜？あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私との約束すっぽかしておきながら、一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっと、どういうことなの。悪い、俺急いでるから。時間食っちゃったよ。ちょっといいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？あなた、聖夜君のこと知ってるの？聖夜君は無事なの？同伴の約束してたのに全然来ないから、もうすごい心配で心配で。
は？いや俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだな。え？何？聖夜君、誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあなんだ、あまり気を落とさないで。よかった、聖夜君無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜君楽しんでるのかな。彼が幸せなら私も幸せ。しろ。セイヤ君まだかな。ちょっといい？スターダストのセイヤってホストのことなんだけど。何あなた、お店の人？え？いや違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君、彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ！まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ？彼、支度に時間がかかってるだけなんだから。ちょっと待ってればすぐに来るわよ。おお。ちなみにどれぐらい待ってるんだ？あ、ごめん。それじゃ。八神修行、聖夜氏というホストは見つかりましたかな？いや、3カ所全部回ってみたが空振りだった。そうですか。でしたらもう一度やってみます？え？いやもういい、違う方法を考える。まあそう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。ではひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。ほら、新しいのが一件ありますぞ。八神氏の画面にも出しましょう。時間も1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよ、つくも。お安い御用ですとも。
時間食っちゃった。